冬打ちは1964年のアメリカ合衆国のサスペンス映画。監督はウォルター・グローマン。出演はオリビア・デ・ハビランドとジェームズ・カーンなど。自宅のエレベーターに閉じ込められた中年女性が体験する恐怖を描いている。街道沿いの豪奢な邸宅。そこではコーネリアと30歳になる一人息子が二人で暮らしている。コーネリアは 数ヶ月前に腰骨を痛め、2階への上り降りは、鳥かごのようなホームエレベーターに頼らねばならなかった。ある夏の週末、息子はコーネリアを残して、友人たちとの数日のバカンスに旅立つ。だが、トラブルの火種はその時点から起こり始めていた。一人残されたコーネリアが2階に登ろうとエレベーターを動かした途端、停電が起こりエレベーターは、空中で止まってしまう。 飛び降りるのも、ままならない空中に取り残されたコーネリアは、玄関先まで繋がれた非常ベルを鳴らし、救いの手を待ち望むが、やがて現れたのは、さらなる最悪の事態を招くことになる、ある人物だった。括弧内は日本語、吹き替えテレビドラマの俳優だったジェームズ・ガーンの、実質的な映画デビュー作である。ロッテントマトズによれば、5件の評論の内高評価は20%に、 当たる一件で平均点は10点満点中4.28点となっている。ありがとうございます。